キョテリーナです。イエーイ。レッスンがね終わったので、なんかお家帰ってちょっと夜やるんだったらここでやって帰っちゃおうと思って、ちょっと昼なんですけどやっちゃいます。今日はこの後絶対に耳鼻科皮膚科絶対行くわ。もうねびっくりするぐらいメイクと鼻が痒い。もうやばい、本当に痒い、痒すぎて痒すぎて、ちょっとねやばいです、マジでやばい。あとマスク買わないとね、マスクがない、やばい、マスクがないのよ。この今のこの晴れた花粉がブンブン飛んでる時にマスクないと本当に終わっちゃう。マスクもうさ、これからの季節さ、マスクめっちゃ消費するくせにマスクが1枚もあとね1枚しか家にないの、やばい、買いに行かなきゃ。アマゾンとかで買わなきゃ。あんなにめっちゃあったのに家に在庫、最悪。マスクがない。花粉症用のメガネね、あ、花粉症の用のメガネね、中古持ってたんだけど、なんか結局ね別にね、なんかちょっと使わなかった。いや中学生の時は使ってたけど、なんかやっぱファッションセンス的に使わなくなっちゃったね。中学生の時はチャリ通の時にかけてたんだけど、でもねなんかねチャリ通の時かけるとさ、ガタガタ道が多くて、田舎だからメガネガタ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 ってなってね、シンプルにやばかった。そう、なんかやばい、マスクなんかさ、うちさだってさ、去年とかさマスクのこういう大きいやつをさマジで何箱もさ常に常備しててさ、全然減らないとか思って結構さあれしてたらさ、もうその常備がなくなっちゃってさ、ついにはあと1個のマスクになっちゃった、やばい。なんかよくさ売ってんじゃん、アマゾンとかでさ、こういうマスクのやつさ、なんか30枚入りとか50枚入りのやつをねめっちゃ買ってたの、いっぱいでストックしてたんだけどさ、なんとそれがさ全部なくなっちゃってさ、マスクがもうあとさ、これはさ、なんかさその何十枚入りの方が安いじゃん。でもこれはね、あの数枚入りで何百円のちょっといいやつ使っちゃってんの、今もうないから。そう、数枚入りで何百円っていうちょっといいやつをもう使っちゃってんだけど、そうな、大きいやつ買わないとシンプルに出費が、そう、みんなのマスクは何型ですか？私は最近このタイプが好きで、このタイプのマスクをよくつけてます。その前まではなんかこう三面折りみたいなできるやつが流行っててそれ使ってたんですけど、今はこの形のマスクが好きでこの形のマスクを使ってます。それまでは蛇腹のやつ使ってたんですけど、最近はもうずっとこの形が好きでこの形ですね。皆さんは何派ですか？なんかのドンキとかにさ売ってんの三折りのやつなんだよね。このさ、この三角形のタイプのやつさ、なんかさ売ってなくない？ドンキとかに大容量のやつで、なんか近くの薬局にこのやつでなんか30枚入りぐらいのやつが売ってて買ったのさ。だけどなんか私の輪郭にこの三角形の形状が合わなくて、なんかすごいブサイクなマスクした姿になっちゃったから、それが嫌で そのやつを買わなかったのだから、これね割とねまだね合うのよ。これは割と、でもなんかこの形のマスクとかでもさ、小顔に見えるマスクとか、おもながさん用、丸が卵型さん用とか丸顔さん用みたいなのがあんの。なんかここのさ、この長さ
ここまでの長さとかここまでの高さが違うんだって。すごくない？私顎ないから丸顔さんなんだけど、そう、ちょっと買ってみようかな、それ試しにって思ってる。アマゾンで見つけたから。でも丸顔さん用のやつって一番マスクのここの表面積超でかいのね。そこまででかくないかなって思ってるけど、どうだ。でも面長さん用使ったら私そんなに長くないから、顔がどっちかっていうとこの横幅が広いタイプの顔してるから、多分足んないなってなっちゃうし、卵型さんみたいに顎とんがってないから、顎ないからそれダメだなってなるし、じゃあやっぱり丸顔さんかなみたいなね、もう何でもいいやみたいななってるけど、マジこれからの季節は本当にマスクが必要。でもさ、もうマスクしないとさ、マジ花粉きついけどさ、あーめっちゃ鼻むずむずる。マスクしないときついけどさ、マスクするとマジ毛穴にさ、毛穴が詰まるからさ、本当に嫌なんだよね。あーめっちゃ鼻むずむずる。ねえ、マスクすると毛穴詰まるからさ、めっちゃ嫌なんだよね。だからメイクしてマスクされたらもう毛穴に化粧詰まりまくりやから、あー鼻むずむず。今日行きます。今日外で新作ラペチ飲んだけどめっちゃ寒い。今日さ日光めっちゃあったかいんだけどさ、風めっちゃ強くてさ、朝さ行く時マジ帽子がさ飛んでいくかと思ったよねっていうぐらい、マジで帽子やばかった、風やばかった、帽子じゃない風。あ、X フォローだったからインスタは今フォローしたよ、だってありがとう、 Thank you。 あとさ、もうさ目かゆすぎてまつげが伸びないっていう現象が起き始めてるから、本当になるべく目は描きたくない、目を描きたくない。まぶたってさ皮膚薄いからさ、まかかのよろしくないからさ、あーか、目薬もらわなきゃ。なんか目薬は去年のさ花粉症の目薬がまだ残ってるんだけど、錠剤の薬がねまだ残ってないんですよ。まだ残ってない、もう残ってないんですよね、飲み切っちゃったから。うん、多分ね。でもうちシンプルに頻度的に3枚させないんですよ。コンタクトしちゃってるから、そういう目薬ってコンタクトしてない時に刺さないといけないから、朝起きてすぐコンタクト入れちゃうのね。だからいつもお医者さんからもらった薬と目薬を刺すんだけど、朝起きてご飯食べて薬飲んで、目薬も朝起きてすぐ刺さないと、すぐ何、メガネじゃなくてコンタクトにしちゃうから、ビビって刺してで10分ぐらいなんか間置いてコンタクト入れてみたいにしないといけないから、ぶっちゃけ日中のさ、この朝はいいんだけどさ、日中昼とか天気が一番活発な時にさ、追い目薬できなくてマジ眼球死ぬんだけど、いつも、いや1日2回かな、私飲んでるやつ、お医者さんにもらってるやつ、いつも飲んでるやつは1日2回、朝と夜食後だったかなのやつで、この花粉の季節って目かいちゃうじゃん、だからメイボめっちゃできちゃうの。そう、メイボめっちゃできちゃうんだよね、それがすごいね。やだ、カラコン、いや透明、カラコンしててこんなに目、黒目ちっちゃかったら泣いちゃうんだけど。カラコンウィンク外あなたに特別なこ
も学んだし好きですと言えなくて一瞬、ちょっと歌詞合ってんのかわかんないけど、 I love you ヘイゼル系の瞳その奥でヘイゼル系のカラコン買おっかな。私そういう系のねカラコン持ってないんですよ。ヘーゼル系のカラコン、ヘーゼル系の瞳ってこと。いやヘーゼル系のカラコンの色味がちょっとぶっちゃけ私には分からんのだけど、でもね私ね茶色い系のカラコン似合わないんですよ。なんでかって言ったら眼球がマジで漆黒だから、マジ眼球が本当にびっくりするぐらい真っ黒なんですよ。ちょっと茶色系焦げ茶とかさだったらさ可愛いなって思うんだけどさ、うちめっちゃ真っ黒だから茶色系のカラコンをつけるとすっごいカラコンしてます感否めないんですよ。なんかめっちゃ無理やり目の色変えてますみたいな、なんか茶色くしてますってちょっとこう浮いちゃうんですよね目からカラコンが。で私結構それが嫌いで、なんかナチュラル系な感じが好きなので、あんまりなんか茶色いのは似合わない。でもなんか結構やっぱりカラコンって茶色い系多いじゃん。黒いのってさすごい少なくない？黒くてさナチュラルのってめっちゃ少ないよね。黒じゃなくてさどっちかというとグレー系になったりとかさ、黒もさ黒でもさ結構さ縁がしっかりある黒とか、うちね縁がしっかりあるカラコンあんまりつけたことなくて、そうなんかしてます感が嫌いでつけないんだけど、そうなんかそういうのがねちょっとあんまり得意じゃないからねーって感じ。いや黒じゃないと不自然なんですよ。私の目が黒いんで茶色が似合わなくて、だからめっちゃ黒でナチュラルなのしかつけないです。そう私もね最近カラコン始めたんですよ。そう結構周りみんなカラコンずっとつけててね、カラコンいいなって思ってたんですけど、いろんなメンバーがカラコンつけてるの見ててねいいなと思ってて、最近私もカラコン始めたんですよね。でその最近つけてるのが本当に黒いけどナチュラルなカラコンしかつけてないです。あ、今はちなみにつけてないですね、ごめんなさいなんか仕事の時しかつけてない。だけどさここ最近のさゆりなちゃんのさ見てさ、なんかすごいカラコン感あることなくない？多分うちそんなに縁があるカラコンつけてないんですよ。縁が全部ぼやけてるカラコンしかつけてなくて、ナチュラルなのしかつけてないから多分そんなにカラコンつけてるって分かんなさそう。目の色も変えてないんですよ全然。黒いカラコンだから目が黒いので本当にちょっと大きくなるみたいな、黒目がちょっと大きく見えるぐらい。そうなんか色味ついてんのはね似合わないなと思って、って感じ。似合わないんだよな。グレー系だと似合うかな。でも私イエベだからグレーしても似合わんかな。ブルベの人がやると透明感上がりそうだけど、イエベのイエベの人がねグレーつけると一体どうなんだろうっ
キモいかな、浮くんかな目から。めっちゃイエベなんですよね私。配信でメイクしてる時ってカラコン入れてるんですよね。いや入れてないよ全然裸眼でメイクしてる時めっちゃあります。来た来た、これ横にした方が画角広がるかな。そんなことない、縦でも一緒。縦バージョン、うん、こんにちは。イエーイ、高橋あやめです。高橋、高橋です。今カラコンの話をしてたんよ。え、カラコンインク？うん、カラコン、うん、なんかどういうのがとヘーゼル系のさ、うん、瞳って言ってんじゃん、うんうんうん、なんかそういう持ってないわみたいな、何色だろうねっていう話を。ヘーゼル？ヘーゼル、ヘーゼルはね茶色？茶色、うん、シンプル茶色。茶色なんだ、銅とかじゃなくて茶色。なんか茶色をおしゃれに言ったらヘーゼル。あ、そういうこと？うん、あとなんかなんて言うんだろう、マロン系？わかんない、うん、ヘーゼルヘーゼルナッツのヘーゼルじゃない？うん、多分そういうことね、うん、そう、ヘーゼル茶色やって。茶色か、茶色のカラコンはしたことないな、ちょっとな目から浮いちゃう、うん、なんかソララの目みたいな感じ、ヘーゼル。え、そんなちゃんと見たことない眼球ほんとソララめっちゃヘーゼルって思った。そうなんだ、薄い系なんだ、うん、そういいな、目の色薄い系の人めっちゃいい。目茶色の人、うん、真っ黒だよ。もう一緒だ、うちもめっちゃ真っ黒。うん、やだ、恥ずかしい、パス帽子買うとこめっちゃ真っ黒だよ、うちも真っ黒。何系のカラコンが多いですか、姉さんは。私ですか、うん、なんだろう、でも基本黒っぽいやつですね。やっぱそうですよね、うん、目が黒いと黒っぽいのじゃないとさ、めっちゃ茶色つけるとすごいしてますか、否めなくない、うん、めっちゃ浮く、ね、目からカラコンって。茶色系、まあ、濃い茶色とか、うん、でも最近薄い茶色つけてるかな。おでも劇場だとね、うんうん、色素薄い方が目がキラキラする。え、そうなの。そう、劇場の照明的に、的に、うん、あ、そうなんだ、っていうのを見つけた。最近、じゃあちょっとそういうのにしてみよ う。黒いのしか持ってないや。チンできたかな。あ、チンできたかな。そうなんだ、カラコン先輩が教えてくれました。ちょっと色素水系のカラコン探してみるかな今度。私も真っ黒しか持ってない。ヘーゼル系の瞳。できた？できた。イエーイ。今日の朝ごはん。まだ朝食べてなかった？そうだよ。昼やん、もう12時ですけど姉さん。そうだよ。姉さんもう12時です。でも生写真とかは、うん、黒っていう濃い方がいいよ。あ、そうなんだ。うん、の方が漏れる？そう。飛んじゃうからね。ああ、そういうことね。豆知識。素晴らしい。豆知識。先輩。いいっすね。でもなんかカラコンつけ始めるとね、もうカラコンつけないとマジやってられんくなる。わかる。でもすっごいたまに来るよ。裸眼のがいいみたいな。嘘、マジ？時来る。時来るかな。あ、本当たまに裸眼でやるときある。ステージで？すんごいたまに。おお、劇場とかフェスとか、の方がいいかなってなるんだ。なんかそっちの顔のが好きみたいに、なる時ある。あんま来ないけどねあんま来ないのか、うん、たまに来る。たまに、そうだよね。一回つけちゃうと、うん、なんかメイクした時にさ、うん、物足りなさがあってさ、うん、メンバーみんな結構言っててさ、うん、あ、そうなんかなって思って、カラコンさ最近つけ始めてさ、うん、あ、言ってることがマジわかるわって。あ、わかった、わかった、うん、そうなのよ。そう、あ、そういうことねってなったもん、うん、本当に。そうそうそう、にビーフシチュー、ビーフシチュードリア、あ、絶対美味しいやん、うん、
レー屋さん行こうと思ったけど、うん、じゃそこまで行くのちょっとめんどくさいなってあ、ごめんごめん、うん、ちょっとめんどくさいなってなっちゃうよね、うん、加工と同じだな、だって加工と同じだね、だって、うん、いやまあそうなんよ、うん、でもこの世の中ね、加工しまくられてるからね、うん、もはや何が本当なのかは実際合わないとわからないです、すべてにおいて、うん、いやカラコンでね、めっちゃ変わるよ、顔もう急にお目目がキュルルンって感じになる。キョウちゃんあんま変わんないよ。え、嘘でしょ、うん、しなくても可愛いよ。うん、いやいや、やっぱりね、うん、でもなんかカラコンなんか多分うち奥目なのか、目にめっちゃ光入んないのね、うん、なんか目が死んでんのよく、うん、真っ黒ってなっちゃうのね、うんうん、だけどカラコンすることによって、うん、若干光が入る。うん、わかるわかるわかる。そうだよね、うん、そうだからなんかカラコンしてない時の目が本当に真っ黒なの、なんかもう点って感じで闇感じてる人みたいになっちゃうから、うんうん、やっぱ表出るときはね、カラコンしてる方がね、うん、多少のキュルルン感はね、出る。だからデメの人羨ましい、目キラキラしてるから、ね、もうデメ、もうクメとかもうやめよう。ね、ほんとだよね、どっちでもよくねーもん。ね、ほんとだよ。なんか最近さ、区分大好きだよね、人間、うん、なんかさ、おクメとかさ、骨格とかさ、うん、イエベブルベとかさ、ね、なんでもかんでもさ、うん、こう区分なっててさ、あれ、それしかもさ、なんだっけ、あの、あるじゃん、 FBN 診断みたいなやつ。はい、あるある、 MTBI みたいな。あ、そう、最近あれもめっちゃ流行ってるじゃん、うん、やったことある？あるある。なんだった？え、なんだったかな、愛なんちゃら、愛しかあら覚えてないよ。え、何色？水色。ん？水色だった、愛なんちゃらか。いや、INSP とかかかな、わかんないけど、内向的、いいか愛か、いいがさ結構さ外向的ね、うち愛だったから内向的、お内向的だ、その通りだなと思いながら、うん、結果見たんだけど忘れちゃった。青ってことは S かな、かな、わかんないな。結構前にさ流行ってるってなってやったんだけどさ、うん、覚えてないな。何々しちゃって出た、え、漢字読めなかったの。やったことある？ある。ある？なんか毎回違う。え？毎回違うの？でも絶対いいでしょ。いいの時もある。愛の時もある。本当に、うん？圧倒的にいい感すごいけどね、愛の場合。でも多分いい。いいだよね。うん。ENFP みたいな。ENTP みたいな。何色いいって黄色？違うか。いい、紫。紫か。MTBI だっけ？MBTI だっけ、え、わかんない、 M なんだっけ、 MTBI だよ。あ、 MTBI か、多分。E の人めっちゃ羨ましい、 E、 いいなって。 E？ うん、E、 いいじゃん、外交的。あやねちゃん映んないなって、さっきまで映ってた、今あやねちゃんご飯食べてるから。そう、ちょっとフレームアウトしました。え、青でしょ、うん、あ、これうち、あ、養護者、うん、あ、養護者、はいはいはい、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいか、うん、微妙じゃね、結構すごい。そう、これだった、2回やって2回ともこれだった、うんです。うん、そう、漢字が読めなかったんだよね、養護者。え、すごい、めっちゃいいじゃん。え、めっちゃいいやん。確かに、分かる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 。いや、なんか分かるわ、ほんと。でも、うん、ザ日本人って感じらしいよ、うん、なんか書いてた。いいんだよ、いいんだよ。いいんだよ、超内気なね感じですよ。非常に有能で実行力があり、多彩な上に繊細で思いやり深いって。あ、やった、嬉しい。すげーじゃん。いいな。いいな。いや、あやねのもいいやん。良くないよ。なんでだよ、そんなことないよ。いいじゃん、やった、ありがとう、うん、じゃあなんだっけ、私の、うん、いいだった時はね、うんうん、この
通るんじゃん。おお。だった。だって悪魔の代弁者って書いてある。ねえ、それそそこ読むからだよ。ルール破りだ。違う違う。でもさ、結構引っ張っていく系な感じでしょ、どっちかっていうと。じゃないかな、違う？ほら、うん、幅広い分野にわたる知的エネルギーを主人公にあげる最大限の、うん、すごいね。はい、どうなんだろう。いや、いいよ。いいかな、うん、賢いってこと？うん、そう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 。あ、じゃあいいや。だからなんかあれじゃない、そういうさ、人の上に立つ人に多いんじゃない？多分。やだ、なんかかっこいい。かっこいい。あ、なんかタワー来た。イエーイ、ありがとう。ちょっと誰だ。ナーラブさんだ。ナーラブさん、ひな壇タワーありがとうございます。ありがとう。すごい、ひな壇。もう3月近いけんか。ひな祭りってこと？そういうこと。ありがとう。そっか、だってもうあと5日4日、もう1週間でひな祭りじゃない。やばいやばいやばい、早いね。うん、早いね。早いし、うちらも投資やばいよ。やばいよ。振り入れしたタイミングが早すぎて、ちょっともう結構忘れちゃったよな。うん。みんなもアイなんちゃら、あ、アイじゃねえ、 MBT 診断やってみて。ネットで調べたらね、簡単にできるよ。うん、でも長いよね。長い。めっちゃ質問ある、うん、めっちゃ質問ある。だから暇な時に、あの電車の通勤の時とかどう？うんうんうん、いい暇つぶしだと思うよ、うん、めっちゃいい。マジでやってみて。それが全てではないんだが、うん、面白いよね。そう、でも割と合ってる。うんうんうん、うん、なんかそういうタイプみたいな。あ、そうそう、なんかね、ざっくりのね、なんか全部が合ってるわけじゃないけど、うん、あー合ってること確かにあるなみたいな、うんうんうん、めちゃくちゃなるし、意外にさ相性もあるよね、そのね、なんか何々と何々の相性はあんま良くないとか、うん、でそれで人間を測ってるわけじゃないんだけど、そうそうそう、なんかうちらの関係って例えるとこういう関係なんだってみたいな、うん、あの話題作りにどうでしょう。うん、いいと思う。話題ね、一個のさ、うん、その話のさネタとして、はい、そういうの持っとくのがいい。そうだから、その人をそういう風に見るんじゃなくて、なんかこういう感じならしいよみたいな、うん、ウケるねみたいな、どうでしょう。いいと思います。はい、流行りに乗ってこう。若者みんなやってるからね。そうなの。そうだって、今のプロフィールにみんなさ書くやん。そう、そう、血液型みたいな感じでさ、びっくりじゃない、うん、怖いんだけど、ええー、と思っちゃったよね、マジで。すごいよね、最近ね。面白い。みんなも書いてみたらどう？何々と何々みたいな感じで。いや、普通にね、楽しいよ、めっちゃ面白いと思います。ぜひぜひ。でもさ、面白いね、血液型でもさ、何型の人はどうこうみたいなやつがあるじゃん。なのにさ、なんかそれプラスさ、うん、その診断のやつってさ、うん、なんかすごいね、めっちゃ面白いんだけど、なんか面白いね。なんか何型さんは何々 でプラス何々診断だったらどうのこうのみたいなさ、うん、ぎょうちゃん大型でしょ。うん、ぎょうちゃん大型ね。で、ISTP みたいな、そう、擁護者でしょ、うん、いや、大型代表みたいな感じだよ、多分。多分そうだろうね、うん、がっつりザ・大型なんだろうね、きっと、うん、でも本当にその通りだと思う、自分でもね。ザだと思う、うん、ザ・王だね。血液型のやつってさ、割とさ、なんかさ、なんか何型の特徴はみたいなやつとか見ててもさ、うん、意外に違うってなる人とかもいるじゃん、結構、うん、B だけど O っぽい人とかさ、うん、
まあいるけどね、割とね、私は割と多いかもしれないね。うん、だって最初の頃から絶対王だな、この人って思ってた。うん、うん、正解、王、うん、この人、王だわかった、うん、わあ恥ずかしい、めっちゃ王だよ。私わかんない、大型好きだからわかんない。本当、大型好きだからわかんない。大型探して毎日生きてるから、うん、ウケる。大型の人探して毎日生きてる。毎日生きてるの、うん。大型と相性がいいんですか。なんかね、友達みんな王。お、そうなんだ。そう、地元の友達とか学校の友達とか、うんうん、王が多い。なんか大体学校生活に一人だけ友達できるんだけど、うんうん、中学の時の友達も王だし、うん、高校の時の友達も王だし、大学の友達も王。そう、だから3人1人ずつ親友が増えてくんだけど、うんうんうん、みんな王。じゃあ王と会いやすいんだね。そう、めちゃくちゃ王って聞くと安心する。大型かね。じゃあ行けっかもなみたいな。え、でもさ、うん、王ってさ、だいぶ優柔不断じゃない。そう、でもそれでいいの、私が決めたいから。あ、そうなんだ、うん、あ、いいね、それいいね。なんかさ、うち本当に決めらんないのよ、基本、うんうんうん、基本優柔不断、なんか全部に対して、え、何でもいいよっていうスタンスできちゃってるから、うん、じゃあ逆に決めてほしいのね、なんか、うん、でしょ、うん、そう、あの、うん、なんかうちそれがで決められないから人を誘えないの。誘ったらさ、誘った側が決めないとって思うじゃん、うん、あ、なるほどね。それができないから人を誘わないし、うん、誘ってもらったら行くんだけど全然、うん、決めてもらえるからね。そう、自分で決められないから、うん、決めてくれる人はめっちゃ助かる。決める決める、マジありがとう、うん、なんかお互いさ、ってなんのめっちゃ苦手なんだよね。 ないからうちこういうのっていうのが、うん、それがめっちゃ難しい。ここでって言ってなっちゃう、あざすってなっちゃうから、うん、ギョーちゃんぐらいだったら、あ、じゃあこっち行こうって言えるけどさ、あ、本当？あ、もう中途半端になんかいいというかさ、うんうん、初めて遊びますみたいな感じだと私も気使う。あ、ね、どっちがいいんだろう、確かに何が好きみたいなさ、うん、感じになっちゃうもんね、うん、決めていいなら本当に決めるけど、ね、なんか何でもいい、良くない時の何でもいいってあるじゃん、うん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 、ね、確かにね、 どっちっていう、確かに確かに、うん、難しいよね、あんまり知らないとさ、なんか食のさ、うん、好みとかも知らないからさ、そう、難しいよね、なんか、うん、それで外した時のね、あ、うん、あ、なっちゃう、かあらまーみたいな、なっちゃうなっちゃう、決められないの、決められないの、あ、誰といいの、確かテロップ悩んでって書いておこう。決められないのよね、基本携帯。優柔不断っすよね、とても優柔不断です、うん、あれ何型？何型でしょう。何型だろう。何っぽい？でも王は絶対ない、うん、AB っぽくもないんだよな。 A か O、 A か O じゃね、 A か B、うんうん、でもなんか B っぽいなってところもあるんだよね。うん、 A っぽい、うん、でも A っぽいとこもある、 B っぽいとこもある、そしたら AB 型になっちゃうか。え、何型だろう、わかんないっす。 B でした。 B か、うん、B 型らしいです、はい、でも B っぽいところもあるね、うん、うん、A っぽいところもあるけど、 A っぽいところある、うん、 A っぽい、うん、え、なんか見た目 A っぽい、めっちゃ、うん、でも中身は割と B 感は確かにあるかもね、うん、そう、 A っぽいって言われる最近、え、だよね、うん、びっくり、びっくり、嬉しい、あ、ほんと、うん、あ、 A かと思った、だってほらぽいぽいよね、うん、確かに見たっぽいよね、 A っぽいよ、人前に出ると A かもしれない、うん、でも割と B っぽいよね、うん、 B の特徴ってなんだっけな、分からんね。
でも A 型の人に B っていうの緊張する。なんで？なんか A 型ってなんか B のこと嫌いなイメージある。そんなことあります？なんか昔読んでたの、血液型の本大好きで、うん、はい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 、 A は B が嫌いみたいな感じ。そうなの？うん、すごい面白いこれ。そうなんだ。でもなんかね、もう8とかは、うん、もう関係ないじゃん、うん、関係ない。てか別にそんな知らんし、人の血液型ごめんやけど、うん、家族すぎて、うんうんうん、そう気にしないね。うん、全く気にしないけどさ。確かにね、うん、でもぶっちゃけ関係ないよね、うん、マジで関係ない、うん、正直な話ね。あのなんかそれこそちっちゃい頃とかはもしかしたら素直だからわかるけど、うん、大人になるとさ、もうそれなりにさ、ちゃんとさ思いやりの精神生まれちゃうから、うん、結局ね関係ない、血液型は、うん、本当に相性いいって言われてる血液型でも、うん、良くない人は良くないだろうし、うん、きっと、うんうんうん、逆に良くない血液型にいい人はめっちゃいいだろうし、そう結局ね関係ないのマジで、うん、こういう感じだよねみたいな、なんかよく O で言う大雑把だよねみたいな、うん、でもだからどうっていう話じゃないじゃん、うん、だよねって終わっちゃうから、ね、結局ねそこはそうなっちゃうからね、あれなんですよ本当に。そう、相性とか言いますけど ね、なんか材料、うん、わかる、安心材料、そう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 、一つのね、うん、なんかもう知識だよね、うん、その人に対する、うん、だからそれでどうこう判断はしないけど、でも B 型って聞くと、うん、絆生まれる。B じゃんで、うん、B、 え、 B? 、うん、突然の絆、突然の絆、うん、確かに確かにっていうのはあるよね。確かにね、それはねあるかも、同じ血液型だとね、うんうん、だって同じだもんね、基本形態ね、うん、マインド一緒だから、それはいいよね。だからさ、でもさ確かに A 型、なんかうちの周りの A 型、 A 型っぽくなかった A 型が多かったからあれなんだけどさ、うん、A 型って几帳面って言うじゃん、うん、O 型って大雑把って言うじゃん、うん、だからさ一緒にさ、なんか楽屋とかさ、うん、ストレスなんかなってさ最初思ってた時期もあったね、うん、あでも A は O とめっちゃ相性いいよ。あそうなの、うん、A と O が一番相性いいんだよ。そうなの、うん、そうなんだ、うん、なんか大雑把なのに、 O はね大雑把じゃないの、オーラかな、オーラかな、全体的にざっくりしてんのだろうね、きっと。そうってね、全てにおいて、うん、O は気にしないの何も。あ、わかる、それはそうかもしれない、うん、だから A の細かいところも気にならないし、うん、あ、分かる、てか合わせていけるからね、もはや合わせていくからね、そうそうそう、どっちかっていうと人に合わせる方が楽かも、うん、字が通すよりね、の方が楽。そうなんだよね、 A は几帳面っていうか、なんかこうなんだろう、ピシッしっかりしてるのかな、うん、多分ルーティンが、うん、プロフェッショナルな感じなんかな、うんうん、でもうちの中学の友達すっごいぐちゃぐちゃだったね、うん、本当にびっくりする、なんか、うん、あれと思うぐらい机の中もロッカーもすごいぐしゃぐしゃで、女の子だったけど、うん、面白かったね、逆にね、シェルシェルとね、うん、すごい散らかってて、ね、びっくりしちゃった。いるよね苦手な、うん、いやでもうちも苦手、うんね、うち片付け苦手、うん、片付けてくれる人がいいや、うん、わかる、そうな、片付け苦手、お掃除好きっていう人マジ尊敬する、うん、ってなっちゃうね、マジかーって、なんか、ね、うん、なんかさ虫になれるからいいじゃんって、うん、好きな人って言うじゃん、こうやってなんかもうずっとこうやってぼーってさ、うん、もうこうやってずっとやっとけばさ、で綺麗にもなるし、ストレス発散になって、うん、いいよねっていう、うん、掃除が嫌い、うん、ね、掃除が嫌い、なんかスイッチ入んないとやれない掃除、うん、やるってなったらもうわーってやりだすけど、入んない限り
マジでそんななんか、うん、キャッキャッいろんな掃除ね入んないとやらないスイッチ、うん、入ったらもうなんかとことんやっちゃうけど、うんうんうん、入らない限りはやるだけいいんじゃない。え、そんなちゃんとやんないよマジで、うん、すごい。こうやってリンゴうまうま。え、これどこのセブン。なんかさ、初めて見た。あれ、こんなんじゃないんだ。買った5袋パックが、うんうんうん、10キロ入ってる。え、すごい。10キロか、あの、うん、パイナップルのやつみたいなやつしか見たことないんだけど。え、そう、なんかパイナップルとリンゴが合わさってるやつもあって、うんうん、でもこれのパイナップルリンゴバージョンと、これはリンゴバージョンで、パイナップルオンリーバージョンもある。初めて見た。そう、待って、リンゴうま。初めて見ました。うまよいよいよい。どうしよう、5袋あるから半分ぐらい取っとこうって思ったけど、うん迷っちゃうなって。食べちゃおうかどうしようかな、どうしようかな。仕事この後まだある。公園です。あれ、昨日も出てませんでしたっけ。昨日は出てません。昨日は出てないのか、一昨日か。うん、僕隊よちゃんはいつ僕隊でやるのそれな、早く覚えて。それな、教えてよ。よっか、あるよ。何、来月、うん、あるよ来月ちゃんと来月ちょっと無理だよ。来月あるよ最初覚えてたんだよ、うん、もう忘れちゃった。思い出して覚えたの。武道館終わって、うん、出ようと思って、うん、振り起こしてたんだけど、うん、僕たは3日あればできます。え、嘘でしょ。全然3日じゃ入らなかったよ、うち。もう忘れたしもう決めちゃおう、初日を。あ、でもね、それは本当にそうなのよ、うん、マジでここって決まったらやるから。そう、人間ってね、そうやんない、決まんないと一瞬ないよね。そう、じゃあ4月出るわ。4月、おっそおっそ4月出るわ。だってさ、僕たちにはまださ、うん、ユーリーさん公演の初日もないんだよ。僕たちはいつかな。え、だってさ、初日メンバーさ、ね、次のやつもさ決まってるよね、うん、確か、うん、公表なってるよね、発表か、うん、なってるなってる、末にあるのね。もう私たちさ、その初日メンバーと一緒に振り入れしたからさ、うん、それ以降やってないからさ、うん、あの、本当に忘れちゃったよね、うん、やばい。あ、でもあのハッピーエンドだけできるわ。ああ、あと恋愛サークス、確かに。あとオネストマン、あ、オネストマンさ、2番いや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 怪しい、2A、いやいやいや、あのさ、お腹の底からの方が難しい、サビ。そんなのね、大丈夫だよ、大丈夫だ。あと何、最初がロマンスいらぬでしょ、うんうん、うちはあれフリーで参加してないんだよね。あれ、そう、舞台やってたからさ、本番で参加できなくて。ロマンスで始まるのめっちゃいいな、ね、じゃんじゃんじゃん、ルルルル、めっちゃいいな、うん、センスよね、いいよね、あの始まり方。ロマンス始まり大好き。ロマンスいらね、懐かしい ね初期の頃コンサートでやってたよね、うん、あれぶりなんだけど、だからマジでわかる。つなんて早いドゥルドゥドゥルドゥドゥルドゥ、そうにしては覚えてるよね、マジで、うん、やっぱ最初の頃って必死だったから覚えてんだな、多分。記憶にあるもん、めっちゃね、めっちゃ、え、めっちゃ湧いた、ロマンスカラーだって。おー、だよね、だよね、ね、わかる。あとズンのライト見た、ズンのライト、ズンのライトこっち向いちゃってんの嘘、あの間違えた、山上でさ、ライト使うじゃん、うん、うんうん、こっち向いちゃってる。え、まぶしいあ、まぶしいってなるやんかわいい。なんかマネージャーさんがさ、うん、全体のさ写真撮ってたの、うんうんうん、ほんでもあの、うん、そう、なんかズンだけ顔光ってんのみんなこうやってんのにでこっちずんだけ顔、なんかずんの顔だけ浮かんでるみたいな、めっちゃ浮かんで最高、おもろかった、最高だよ、面白いね、大好き大好きね、面白すぎる。
でもね、意外にね知らない曲多くて、うん、結構歌詞やばいかも覚えんの。初日メンバーもめっちゃさ歌詞がさ、うん、フルじゃん、うん、そしたらさサビとか結構さめっちゃ苦戦してた。2番ね、うん、2番のサビが覚えられんって言って、うん、混ざるんよやっぱり歌詞が。確かにもうそれめっちゃむずいって言ってた。なんだっけな、ロマンスいらねで、その次が性格悪い女の子、あ違うか、うん、あれなんだっけな、性格悪い女の子も初めて聞いた。性格悪い女の子ってやばいよね普通に、うん、性格が悪い女の子、きっと私はそうなんだ、人のものが欲しくな、なななな、やばいな人のものが欲しくなるのってえげつないよ本当に。怖いよ怖いよ、え、だって人の彼氏が欲しくなるってことっていう歌詞だもんね、うん、怖怖いです。いつも恋愛ドラマを盛り上げてくれるのはそういう女子。確かにそれはそう、うん、そういう人いないとつまんないもんね。そうだよ、天気ないからね、うん、いつだって展開を広げてくれるのはそういう女子。そうなんだよ、そういうね、悪女なんだよ、そう、大好き結局ね、うん、そうなの、本当はピュアなのに、え、そうなの、意外にさ、本当は一途だったりするのに、うん、好きすぎて意地悪になっちゃうのよ。で、最終的に主人公の恋応援すんの。そうなの、ありがとう、いつも優しい、感謝感謝、そういうことよ、うん、そういうことだよね、ゆりちゃん、うん、そういうことだ ね現実にはいてほしくないけど、ドラマの世界、詩、うん、の中だといてほしいかも。そうそうそう、現実にいたらちょっときつくねしんどいよそれはちょっとってなっちゃうけど、盛り上がるよ盛り上がるよ、こりゃねえ、面白いよね、もうドロドロじゃんけってなっちゃう、うん、これなんだっけな、オープニング、ちょっと誰かセットリスト知りません、なんだっけな、忘れちゃった。オネストマン、オネストマンか、オネストマンもさ、君が好きだとかさ、ファンの人さ言われたらさ、もうラブでしょね、絶対そうだよね、嬉しいなってなるよね、オネストマンってね。だって2番とかさ、なんだっけ、君が欲しいかな、うん、からの、そこからよーだもんね、君が欲しいって推しに言われたら嬉しいよね、キャーってなっちゃうね、できるよね、たまらんですだって、だよね、恋愛サーカス、オネストマンか、あー恋愛サーカスか、なんかさ恋愛サーカスの頭き最初だとさ、なんかすごいダンス曲くんのかなと思ったらさ、チ、うん、ャーララーって始まるからさ、うん、私初めて聞いた時びっくりした、キャップに、うん、大好き恋愛サーカス、恋愛はサーカスだ、スリルに満ち溢れているっていいよね、恋愛サーカスも、うん、いいね、いいですね、で、オープニング終わり、いいですね、うん、終わりか、あ、いいですね、いいですね、とてもいいですね、で、中盤が何ですか、君の嘘を知っている、ダダ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 ダ、やばいな、待って、全然わかんないんだよ、あら、ひーちゃんかわいい、あら、かわいい、あらあらあら、あれ、まあ、あれ、またなんかアンバサダーかなんかねえ、肌犬、これ何、肌ラボ、肌ラボ、白純、おお、使ってますよ、私、あ、そうなんですね、うん、あら、かわいい、あら、かわいい、さすが、確かに美白になるって言うからいいかもね、白い、ね、白いいいよね、みんながゆりさん公演の中で一番好きな楽曲はどれですか、まあ、まだ1回しかやってないんやけどね、公演は、でもセットリスト見てみんな見るっしょ、絶対始まったら、それでみんな的に何のユニットが一番良きでしたか、お答えください、何がいい、ユニットとかでも全然いいんだけど、
全部の曲ロマンスいらね、うん、運命の歌、お運命の歌、ありがとう、ありがとう私たち一応折り面です、折り面、折り面です、カップリング曲、まさか公園でやる日が来るとは思わなかった、いやね、もうあれぽっきりだと思ってたもん、うん、絶対あれぽっきりだわとか思ってたらやる時が来るなんて思わなかった。え、みんな教えてよ、ないそんなバナナでしょ、オネストマン、えい、いいよね、オネストマン、オネストマンはもう王道だよね、わかる、めっちゃ中四国メンバーでやってたもん、オネストマン、やりすぎてたね、やりすぎにやりすぎを重ねてやりすぎてた、ハッピーエンド、うん、わかる、いいよねあれね、ゆいゆいの曲って感じだもんね、振りも、うん、撮っちゃう撮っちゃういっぱい入ってるし、先生の愛だね、うん、みんなないのかい、あらないの、ないのかな、うん、でマジ君の嘘を知っていたわね、死ぬほどダンス難しい、なんかずっとずっと動いてるって感じでとてつもなく難しいです、負け男 MT ぶりでよかったね、わかる、まあまあ負け男、私 MT アンダーの時あれがユニットでした、そうなの、うん、ダウンタウンホテル100号室が好き、あれダウンタウンホテル100号室ってさ新しい新規ぶりだったっけ、あんな、うん、そうだよ、ね、新規か、君だけが秋めいていた、おお、君だけが秋めいていたもいいね、恋愛ソングを詰め合わせたセットリストですもんね今回ね、うん、確かにな、歌詞とか見てて君だけが秋めいていた、君の嘘を知っていた、ちょっと似てるね、君の嘘を知っていた、もう切ないよね、うん、だって君の嘘を知っているけどってことだもんね、うん、悲しいね、なんか後ろとかにマジでテロップで歌詞出てたらより一層なんか曲聴いてても、あこういう曲なんかって深まるよね、うん、なんか普通に聴いてるとさなんかふーんって感じでメロの方が結構入ってくるけどさ、歌詞見ながらさやっぱ曲聴くとさ、えこういうなんだってなる、マジで結構空耳アワードしちゃうからさゆりな空耳でめっちゃ聞こえちゃうからさ、うん、あこういうこと言ってたんだみたいになることすごい多くて、歌詞見ないと結構あれってなっちゃう、そうそうそう テディーボーイか、地下鉄まで何ない、かわいいよね、こういうふりよね、うん、こういうふりよね、ランドセルの、うん、ランドセル、リュックサックか、ね、背負ってる、その曲でレミちゃんと盛り上がった、マジ、うん、内緒内緒、うん、何で盛り上がったか内緒内緒内緒、でもうちらの挨拶になった、マジ盛り上がりすぎて、マジ最高じゃん会うたびそれやってる、ベビーボーイのマジ、うん、振り付けいいね、いいね、今度二人が会った時を見よう、うん、見て見て、でも今回さ、うん、マジでみんなユニット似合ってるよね、うん、すごい似合ってた、うん、まあそれ合うように合わせてるんだからあれなんだけど、でもすごくね、うん、本当にいい塩梅でね、うん、ぽいってすごくなったし、うちあのズッキーシタオのめっちゃいいね、めっちゃいいタブーの色、うん、マジでなんか白いさ純白のさドレスっぽい衣装でさ、2人ともね振りがめっちゃ綺麗なの、踊り方が綺麗だから、うん、で身長差もさ同じぐらいじゃん、スタイルがいいから高くて身長が、わかる、めっちゃねすごいね良かった、
超良かった。なんかあ、ゲネ見たんだっけ。あ、そうそうそう、ゲネ行ったのよ。だからめちゃくちゃね、良くて、あ、なんか似合ってんなと思って、すごい良きでしたよ。でテディーボーイのメンバーもなんか、あ、もう可愛い、可愛い、間違いないよ、似合うねっていう、うん、本当にそんな感じだったし、臭いものだらけの3人もねかっこよくて、なんか合ってる、すごい、なんか歌のさ感じのさ声の感じがさなんか合ってる。なるとマハピョンとサッホーさん、うん、めっちゃいい、なんかねすごい合ってたんだよねで、なんだっけ、あとあれだ、あのセリとかのユニット、あ、なんだっけな、一人思い、あ、そう、あれもさめっちゃ良かった。うーん、なんか衣装がメンバーみんなにすごい合ってたし、うん、形のね、衣装の形も合ってたし、うん、なんかダンスもさ、うん、あれ新規ぶりでさ、うん、綺麗な感じでさ、なんかバランスめっちゃ取れててめちゃくちゃ良かった。なんかめっちゃ衣装話し合ってたよ。あ、そうなんだ、うん、私、靴履かされたもん。マジで？あれちょっと一旦靴履いてみたいマジか、協力したんだ。左右で違う靴履いて、うん、右だね。ウケる、うん、一人思いで良かったよね、あれめっちゃね。あとは負け男か、うん、負け男の衣装もめっちゃみんなに合ってたんだけど、すごいぽかったね、かっこよかったね。あれめっちゃ、あれ本家の衣装じゃないんだけど、負け男の、うん、なんだっけ、あのさユニットあったじゃん、センシブルブルみたいなやつ、センシュアリティ、そうの使ってた衣装だけど、うん、めっちゃみんなに衣装の形がすごい合ってた、うん、似てたなんかゆいさんがゲネで、うん、なんかその負け男って、まあ、クズ男にさ、うん、引っかかっとる、うん、引っかかるあれじゃん、だけど、うん、なんかクズ男に引っかかりそうな人を集めてみましたって言ってて面白かったそうなんだそんなことありますおんさん、おんさん、おんさんほーらい、言ってたって、あ、言ってた、初日も、そうなんだ、ゲネでも言ってたんよ、うん、おもろかった、マジで最高でしょでもマジで合ってた、うん、まあ、私たちのユニットはお楽しみに、初日までキョウちゃん頑張ってね頑張る、頑張ってね、頑張る、まあ、なんならまだ振り入れしてないけどねスタッフ振り入れ、ユニットレッスンはあった、 あったんだ、うん、うちらね、アンダー呼ばれなくて、だからもう初日メンバーしか振り入れ呼ばれてないの。あ、そうなんだ、うん、気づいたら、うん、あのもうアラドスとかやられて、え、振り入れしてないなって思ったらもう振り入れしてた、うーん、だから呼ばれなかったの、うちら振り入れに。あると思うけどね、これから、え、さすがにないときつくない、ユニット振り入れなしは無理じゃね、だから多分さすがにアンダーでやるときまでには多分振り入れはさすがにあると思うんだけど、うーん、そう、まあ何か楽しみにしといて、何が、じゃあみんなの予想、あやねちゃんは何のユニットポソー、みんなの予想、地下鉄のテディーボーイかな、地下鉄のテディーボーイかな、エミちゃんと一緒にやろうかな何が、何でもさ、見た目だとさ地下鉄のテディーボーイ全然いけるからね、うん、マジで似合ってる、レディーボーイやってほしい、一箇所だけレミちゃんに振り教わったから、マジで一箇所だけできる、ウェイ、うん、いいね、いいね、みんなはあやってそうだって、あやねちゃん何が、何っぽそう、正解のないクイズです、正解はまだ先ギョーちゃんはギョーちゃんは何だと思う、負け男かな、えぇ、まあまあ負け男ってやってたんでしょ、やってたよ、それはもう金髪の男の人出てこないんだね、あ、そう、今回出ないの、 MT はね、メグさんとかダンスをしてたけどないんです、今回、いや、ちょっと楽しみだったけどね、誰もダンスをして出てこなかった、うん、こうやってみんながはっ
ってなってるやつ ねないのよ。マキオとコアラ臭いものだらけかなだってぽそいいね、臭いものかっこいいよね。臭いものかっこいい。みんな予想を膨らまして楽しみにしててね。あ、男装やっぱ出てくると思ったんだけど出てこなかった。やっぱそうだよね、期待するよね、巻き男イコールあれだもんね。うんね、そうだよね。岩田カレンさんとかね。うん、わかる、マジかっこいい。いや男装のイメージめっちゃあるわ、 AKB ビンゴとかでも、ね、めっちゃかっこいいもん。でもさ、そう言って男装したら女の子ファンはめっちゃ増えるだろうね、似合う人は。確かに、キャーかっこいいってなっちゃう。やろうかなやろうかななんか多分あの、うん、アニメのキャラのショタポジションの男の子なら似合いそう、うん、なんかちょっと可愛い感じのさ、うん、ショタ系でね、うん、ショタ系のちっちゃい背のちっちゃい感じのさ、うん、いるじゃん、うさぎのぬいぐるみ持ってるような男の子、ね、一定数に効きそうね。一定数にはハマるよ、やっぱり可愛いってなるなるし、逆に男の人にもハマるんじゃない、そっちだと。あ、逆に、うん、男と男すぎず、うん、だってさ、うん、あまりにももしさ男装イケメンだとさ、うん、おーい負けたってなるじゃんおおってね、なるじゃん。で女の子はキャーかっこいいってなるかもしらんけど、うんそうそうそうだからね、絶対ねそうなると思うよ昔の AKB ビンゴとかの男装のやつとか本当にかっこよかったもんな、ね、先輩とか大好きだったね、マジでかっこいいって思ってた、うん、もぎしゃーんね、似合うよね、もぎしゃーん。じゃあ負け男の時だけちょっともぎさんと、もぎさん欲しい、でも招集しよう。あーそうだね、やっぱあの辺欲しいよね。ちょっと招集してみようかな。招集したいね。あれ今もぎさんいたあれあれもぎさんあれあれみたいな、なんか見えたわけやなんか見えたよねみたいなね、ほんとに、うん、なんかさあのポジションが今いないよね、正直。いや行くかあのポジション行く、行くか、あのポジション行きますか。やっぱ誰かがやんないとね。そうなんだよ、もうね、うん、大西もね、茂木さんも卒業しちゃったからあのポジションね空いてるんですよね。行くか、空いちゃって。そう、小田さんもいなくなっちゃうからね、うん、いなくなるんですよ結構そういう、うん、そういうポジションの人がねいなくなっちゃうんですよ。よし、じゃあ、じゃあ高橋さんがじゃ、うん、高橋さんが言っちゃいます、はい、ね、頑張っていこうかな、頑張っていく、はい、ちゃう、いいね、いいね。いや私もいける、いやでも私もね頑張れば全然いけると思うけどな。そう、そう、いけるよ。そう、え、雰囲気イケメンぐらいならいけそうじゃない、頑張れば。え、見た目はね立っとくだけだったらいけそう。立っとくだけならいいのよでしょでしょ、うん、そうなんですよ。この辺とかも全部隠してこうやってこれで立っとけば、うん、いけそうじゃない。で髪めっちゃショートだったらね。そうそうそう、髪ショートずらかぶって、うん、ちょっともう目も見えない、口目から下しか見えなくて、はいはい、それなりの格好をしたら いける。まあもうそれはもうなんか誰でもいけるんやけどね正直、うん、あと背があるからね。まあね、それいけるのね。そうね、でも最近の子高いよね。18期ちゃんとか身長でかいもんね。え、みんななんか10頭身ぐらいある、うん、なんかさ、うん、マジで最近の子っていう Z 世代のスタイルしてるよね。ね、なんか骨格がさ日本じゃないよね。あ、そうそう、骨の作りがね、うん、なんかあの日本人で昔が言われてたあのさちっちゃくて短足でみたいなさ、なんかずんぐりむっくりみたいな、うん、なんかおあの外国の人に比べてみたいなさ、もうじゃないよね、アメリカンだもんね、スタイルが。最近は足の長い人しか結婚してない、もしかして
もしかして足長くて顔ちっちゃい人しか結婚してない。え、待って、しんどいしんどいって。じゃなきゃ生まれなくね。いやもうね、そうなんよね、遺伝子的にね、うんうん、それはそうなんよ。最近はあれなんだって、星座とかしないじゃん。あーしないよね最近の子。だから普通に正座すると良くないから、うん、そうね、足曲がるっていうしね。そう、だからそういうの短くなって、椅子だし基本。そうだね、座るってことだよね。だから足が伸び伸び、そっか、成長するわけ。そういうことじゃね。いいな。それだ、最近はね、美意識も高いからさ。そうだよね、ちっちゃい時からなんか歯矯正したりね、いろいろね、うん、日焼け止めだね、日焼けするな。そうそうそうね、もう小中真っ暗やったけどな、ゆりな、ね、真っ暗やった。小中正座しか、だから正座じゃないとダメって言われてたから、学校で。いや、そうそうでしょ。そう、そう、私たちずっと正座。そうだからもう、うん、足もさら伸びんし、足も曲がるて。そう、当たり前やんけっていう話なんよ。今正座とかしないからね。ね、本当に本当に正座しないよね最近の子。でも私さ、いつもさ、うん、あの全体全員のレッスンあるじゃん、うんうん、で研究生とかもいてさ、うん、久保ひなのちゃん、うんうん、足長すぎてさ、うん、丈合ってないんですよ。わかる、ちんちくりんだよね。ズボン足りてるみたいな。わかるわかる。でも細いからさ、うんうんうん、それ以上でっかくするとさ横がでかいじゃん。そうなんだよね。なんか丈足りてないよっていつも。比率合ってないよね。そうそうそう、すごいね。なんかズボン足りてるってめっちゃ足長すぎて。足長い、顔ちっちゃいしね。ほんでそうそうそう、顔もなんか、でも顔も本当に今時の子、うん、今流行りの顔じゃない、ね、丸くてちっこい顔が今流行ってんじゃん。そうそうそう、みんな斎藤飛鳥さんみたいな、うん、あの系統の顔が流行ってるから、ね、マジであの系統の顔してるなってすごい思った。可愛、うん、い、可愛 い今時、マジで今時だね本当に、うん、ザ今時の子って感じ。そう、顔ちっちゃくてスタイル長くて、ズボンがちんちくりんで可愛い。わかる、いつもちょっとさ足りてない、細いからさ、なんかさストーピーンってなってるんだけどさ、いつもちょっと足りてないんだよね。足長長いんだよね、うん、足ね。いつも一人で笑っちゃう。見ちゃう見ちゃう。足長マジで本当にさ、うん、いいよね Z 世代。いい、あすごいな本当最近の子はね。だからさ、もうそれこそさ、なんかいろいろニュースとかに取り上げられてるけどさ、うん、昭和の人たちからしたら Z 世代とか多分未知の領域なんだろうね、いろいろなものに対して。 Z 世代ってさ、何年から何年、何年に生まれてれば Z 世代ですか。確かに、うちらでも Z 世代じゃないでしょ全然。調べてみよう Z 世代。だってうちらの時さ Z 世代ってこともなかったよな。そのもう一個前のさ、なんだっけ、うん、なんちゃら世代みたいな、なんだっけな、うちら何世代、何世代よね。え、何Z 世代とは、うん、1996年から2012年に生まれた若い世代を指します。だって、うんうん、え、嘘、 Z の前になんかあったよね、もっと。なんそのゆとり、ゆとり、いや、なんちゃ A 世代ってそんなもんないか。なんちゃら世代みたいななかった。その次に Z だったからさ、Z 世代、絶対嘘です。じゃ Z 世代って使われてるの最近じゃない、めちゃくちゃ、うん、言葉。何、じゃあ Z の前はゆとりってこと、ゆとり悟りってこと、世代で言うと。いや、 Y 世代らしいよ。 Y だって。 Y、 うん、え、 Y がいつからいつが、うちらギリ Z、 ギリ Z なんだ。え、だからリンちゃんまでがギリ Z。 でリンちゃんより年上だから、サホさんは Y、うん、Y って何の Y なんやろね、分かんない。何これ、ね、てか何それ、分かんな、むずいよね。え、じゃあ何、ゆとり世代はいつなん、なんかさ、円周率が3だった時代、うん、3? まだ3じゃない、うちらの時 3.14 だったよね。ゆとり世代は一般的に
1987年から2004年までに生まれた、うん、え、じゃあ入ってる、うちらゆとりだね。でもさ、全然ゆとりじゃなかったよね、うん、だってそのゆとりがやばいってなった後とかじゃない、だってそうそうそう、だって円周率3で計算なんてしてないからね、 3.14 で計算してるし、うちらの前が3だったのかじゃない、なんかさ競争もさ、みんなで1位みたいな、うん、なんか順位ないよみたいな時代でしょうちらのちょっと後か、ちょっとね、うん、そうだよね、うん、難しいよね、何なんだろう、世代権利ほんとそうだよ、なんか明確なものなんてないんだよ、なんか不安不安とやっぱりやんわりかぶってんだよ全部ね、うん、Z だしゆとりだし、うん、でもなんかどっちにも値してなくない、正直、うん、がっつりそれ感じじゃないじゃん、どっちにもなりきれてない、どっちにもな、中途半端だ、中途半端な、何点5ってやつだ、うん、おにゃらら5ってやつだ、うん、薄いね、そうなんだ、Z ど真ん中ではないからってことだ、うん、そうだよ、だって Z ギリ Z だもん、ギリ Z 入れていただいている、そう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 、Z 入れてもらっていいすいません、すいません、ギリ Z だそう Z 端っこでいいんで、端っこでいいんで、 Z 端っこでZ になり、 Z になりきれんかった Z、 へへへへ、悲しい、Z なあ、でもえ、なあでもさ、 Z、 え、 Z の次にじゃあ何よ、アルファ、アルファ、うん、XYZ、 アルファ、アルファ世代アルファ、なんかまあすごいね、12歳ぐらいまでの子、うーん、アルファか、うん、いやでもなんか最近さ通勤とかでさ、うん、電車とか乗るじゃん、うん、人見ててもさ、本当にさ最近の子はさ、なんか K-POP の影響か知らんけどみんな細いね、18期ちゃんとかさ、うん、見てても思うけどさ、ね、みんなさ細長いよね、細長い、細長いのよ、細長い、無事で細長い、うん、本当に細長いのよね、私たちが入った時のさ、うん、じゃがいも感が恋しい、え、わかる、なんか最近の研究生さ、うん、あの入った時のじゃがいもないよね、なんか完成してるよね、もうみんな、なんか入った時からスイートポテトって感じで、うん、え、ね、ほんとわかる、もうビジュアルもいいしみたいな、なんかうちらのじゃがいもの、いやほんとだよ、うちらのさブサイクだねって言われてた時代、芋ばっかじゃんみたいな、地方から出てきた芋ばっかじゃんってめっちゃ言われてたんだから、うちら本当にスタッフさんとかにも言われてたからね、マジで地方から出てきた芋、芋田舎臭い子ばっかりってめっちゃ言われてたんだから、スタッフさんに、恋しい、恋しい、そう本当にさ、なんかさ即戦力の子が最近多すぎて、ビジュアルにしても何にしてもの子が多すぎて、あの本当にマジで本当にね、これからもっと垢抜けると思うと怖いです、お姉さんは怖いです、頑張らないとね、だってもちろんさ正直もう こうだったからさ、もうこの伸びしろもあるんよ、うん、もう基本が高いじゃん、うん、高いんからプラスアルファこんなんされたらもうね、うん、怖いですよ本当に、いやね、本当に怖いです、どうしたものかね、負けない、負けないぞ、負けない、違う、もうこれからは大人の女性のしか出せないね感情、頑張っていきます、もうフレッシュはちょっともう10年、もうちょっとで11年目になっちゃうんで、ちょフレッシュさもあるんだけど、やっぱガチのフレッシュには勝てんから、10代と20代が頑張ってもちょっとそれ無理があるから、うん、あのできるところでねやっていきますよ、もちろんね、頑張っていきやす、いえまあ新しいものが好きな皆さんは知らんけど新
しい女が好きな皆さんは知らんけど、そう、大人の魅力はね、あるからってことにしとこう。いいいいいいだ。もうちょっとで19期ちゃんも入るからね。うん、1年ずつで入ってんのか、17、18、19って。うん、あ、すごいね、すごいスパンで入れてるね。いや、なんかさ、今日もさ、レッスンしてたじゃん、うん、人の少なさに驚いたな。最近ずっと人の少なさに驚いてる。あんなにさ、100人いた頃はさ、外周が100人とか言った時はさ、マジで狭くてさ、振り入れが見えなかった、うん、だけど最近は割と、なんかだって振り入れの時さ、圧倒的に研究生の方が多いんだもん。確かにマジでわかる、マジで圧倒的に研究生の方が多いんよ。なんか可愛くない？え、可愛い。どこのそれ？ナイキ。え、ナイキ、うん、え、可愛い。可愛い春のやつ、うん、え、可愛い。あ、可愛いね、うん、おしゃれ、うん、いいな、これからの時期めっちゃいいじゃん、うん、なんかさ、可愛い服にさ、スニーカー着たいけどさ、うん、ってなる時とか、そういうのめっちゃいいね。わかる、普通に似合う。え、待って、春楽しみわかる、楽しみ、春服楽しみ、楽しみ、春秋服が一番好きね。なんかジャケットみたいな、なんかさ、うん、それこそさ、キャミカーディガンぐらいで過ごせるのが一番いい。かわいいし、わかる。でもさ、その時期っていつもさ、見定めてよくわかんないんだよね。いや、なんかあのさ、もうさ、準備しとかないと、もうあのそうなの、過ぎ去っていくんだよ。もう走れますみたいな状態で待ってないと、あ、今から準備して走りますねってなってると、もう過ぎてきたってなっちゃうから、もうね、もう暑いってなっちゃうのよ。そう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 、無理だわってなっちゃうから、うん、もう自分行きますっていう、こうやって構えてないと本当に、うん、過ぎていっちゃうから、過ぎていっちゃうの。ジャケットとかカーディガンとか過ぎていっちゃうのよ、うん、マジで。そう本当に難しい。でもあの辺が一番好き。わかる、え、かわいい、かわいいよね。でも いつもさ、キャミカーディガンとかさ、うん、なんか流行ってんじゃん、普通にそのジャケットとかさ、はいはいはい、まあいいなって思うけど、毎回逃してるうち、うん、そうだよね。熱ってなってるも、気づいたら、いや、うん、カーディガンなんて着れるかって、半袖だわってなっちゃうから、いつも夏が来るの早すぎ。そうなの、あったかい、うん、いい気候が短いの、うん、なんか朝晩寒いけど、うん、昼暑いみたいなのが、はいはい、長いじゃん。わかります。ってなるとさ、服の調節ほんとできない。ほんとにほんとに。ひー、待って、ナイキのセットアップかわいい。え、かわいい、めっちゃ今だね。かわいい。あー、いいな。え、かわいい、かわいい、このセットアップ、ね、かわいい。え、かわいいんだけど。え、かわいい。へえ。いいね、いいね。ちょっともう準備しとかないと。いや、そうなんだよ、もう3月だよ、やばい、そろそろ私も走れます、走れます、用意しとかないとね、うん、準備しとくわ。だからセットアップ、なんかどのシーズンもさ、うん、ぶっちゃけさ、ジャージのセットアップって可愛いよね。可愛い。もうオールシーズン、冬も可愛いし、うん、なんか秋ぐらいの感じも可愛いじゃん、アウターなしでセットアップでいける。可愛い、可愛いし、うん、夏も夏で可愛いよね、セットアップね、はい、絶対にセットアップ着るんだから。いや、わかる、去年の夏もめっちゃセットアップ着たわ、うん、セットアップってさ、それだけでもおしゃれだしさ、うん、かわいいってなるよね。なんかなる、普通の私服とかもそうだけどさ、うん、ジャケットとスカートとかのセットアップとかもさ、うん、マジでかわいい、かわいいよなってなるんだよな、うん、いやー、一番なその長袖、冬はさ着てもさ、アウターでさ、結局は可愛いの分かんなくなっちゃうからさ、もったいない。そういうこと。だからアウターいらない、中身だけの服でいられる時期がもっと欲しい、うん、そう、もう来るよ、あと2週間もしたら、うん、ね、じゃないとマジでもう早く半袖になっちゃうから。そう、半袖はね、でも半袖にさ、薄いパーカー着るぐらいの気候が一番好き。
わかる。一番いいよね、うん、ちょうど日焼け対策だし。そうそうそう、かわいい、かわいい。あ、日や、もう日焼けだね。もう日焼けだよ。もう黒くなっちゃう。もう黒くなっちゃうよ。もう焼けるぞ。悲しいね。いや、黒くなりたくないな、マジで。黒くなりたくないし、汗かきたくない、うん、もうなんか現場までの、電車から現場までの距離で絶対汗かくじゃん、暑すぎて。夏、うん、うん。もうさ、それがすごい嫌。レッスンする前に汗をかくっていうのがすんごい。電車はいいんだけどさ。そう、電車寒いんだよ逆に。うんね、歩く道のりがね。道のりがもうだからさ、もうさ、暑いけど日傘ささないとさ、逆に直射日光で暑いじゃん、うん、でさ、ハンディファンとか持つけどさ、うん、もう両手塞がっちゃうのよね、こうなっちゃう。わかる。携帯が持てないっていうね。うん、日傘買おう。日傘ね。日傘。いや、もう今から日傘しててもおかしくはない。おかしくない。だって今寒いけど日光出てたらめっちゃ日光だもんね、うん、しっかり焼けそうな日光してるもん、マジでやばい。でも今日風強すぎてさ、うんうん、寒い。わかる。なんか最近さ、風の音で目覚めるんだけど風強すぎて。風強すぎて。風強くない？強いよ、めっちゃ強い。今日も帽子飛ばされそうになったもん、ね、お、危ないってなって、うん、寒い、なんか風強いから寒い。そうそうそう、やだ。風吹いてなきゃそんなに寒くなさそうなんだけどさ、うん、日光もしっかりあったかいしね、うん、なんだけどさ、なんなのっていうような、マジで、うん、本当にマジでなんなのなんだけど、天気だってさ、ちょっと前まではさ20度ぐらい上がってさ、めっちゃ暑くてさ、うん、アウターみんな着てない感じのさ、うん、だったのに、次の 数日後には寒波来ちゃってさ、うんうん、寒っ、凍えるわみたいな。どないねそれ、どないねそれ、本当に怖いんだけど。地球大丈夫かな。地球ね、うん、地球が滅びちゃう。限界って言ってる。限界って言ってる。地球さんも、うん、なんか春夏秋冬っていうか、なんか夏冬ちょんちょんって感じじゃない、うん、春秋がない。夏か冬ちょんちょん。あ、もうなくなっちゃった、うん、マジで本当になんか 1.5 に 2.5 みたいな春と秋が。はいはいはい、短い、ちっちゃい、はい、天狗ぐらい。天狗なのか、もはや25なのか75なのか分からんけど、ね、四季じゃないよね。四季じゃない、四季なんか、そのはっきりした四季がない。なんかもうぼや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 みたいな、なんか冬春冬みたいななんかずっと春でさ、うん、たまに夏みたいだなみたいな時とさ、うんうんうん、ずっと秋でさ、たまに冬みたいやなみたいなさ、うんうん、それがいい。わかる、めっちゃわかる、ね、本当にそう。夏ほど暑くなくていい、冬ほど寒くなくていいよ。じゃないともうね、もう耐えられない寒さに耐えられない、暑さに耐えられない、うん、しんどい、引きこもっちゃうよ本当に。なっちゃうよ、うん、家でアイスになっちゃう、マジで、うん、ほんと夏になるとアイスの消費が異常なぐらい、毎日アイスになっちゃう本当に、うん、毎日アイスか、毎日冷たい飲み物片手に帰らないと、うん、しんどくなっちゃう、暑すぎて。天候の話で盛り上がってちょっと話がおばちゃん風味だったね、ひどい。もうだってそうだよ。でも正直言ってまあアラサーだからね。なんで天気気にしないと、うん、そうだよ、当たり前じゃん。天気を見て服装を決めるんだから、うん、今日はどうかな、賭けで出て寒いみたいな。いや、ちゃう、そんな、うん、そんなアホやんそれ逆に、うん、それは逆にあのアホなのよ、若いのそれは逆に、う
ダメ、いや、そんなん、それはね、風邪ひいちゃうからだよ。よろしくありません。ですね。な、車の人とかいいな。ね。あったかいし、絶対さ、涼しいじゃん。うん、それがいいんだよ、それは。免許って持ってる？持ってない。持ってない？私も持ってない。うん、免許な、欲しいなとか思いながら使わないから取ってない。いらないよね、うん、もう免許な、その本体を、うん、がない。わかる。てか東京では車は絶対持てないです。維持費だけで死にそうになるから。現実的、うん、まあ、田舎だ、実家に帰ると車ないと逆に生きていけないから。そうだね、無理だけど、うん、東京は車を持つのは死ぬほど金がかかるので、東京はマジでいらないです。電車がどこにでも連れてってくれる、うん、田舎は車がないと本当にどこにも行けません。マジで、はい、本当にどこにも行けない、はい、超辛いよ。駅近とかじゃないもん、うん、駅近くない、うん、スーパーも近くにない。ええ、車で行かないとってなっちゃう。送迎車つくぐらい芸能界で売れてるんだった。あ、そうね、送迎車つかなくてもタクシーで移動できるぐらいの売れっ子になろうかな。じゃあ頑張って、うん、全部東京は車止めるとこない。ああ確かにそれはそう。田舎はね、いっぱい駐車場がいっぱいあるんですけど、東京はだってコンビニに駐車場がないの東京来てびっくりしたもんな。田舎は車止めるとこあるんですよ。しかもでっかい駐車場、車を止めるコンビニが。あ、高橋さんもう眠そうなんで、高橋さん寝ますね、そろそろ。はい、高橋さんはそろそろ寝れそうなんで、じゃあ私もそろそろ終了にします。ありがとう、みんな付き合ってくれて。高橋さんは昼寝して劇場に行きます。、はい、赤ちゃんなんでね、ご飯食べたら眠たくなってしまうんですよ。もうね、眠そうですね。じゃあランキング読みたいと思いますよ。13位ヤングさん、12位ザク1973さん、11位マックスエイトさん、10位食べ過ぎ飲み過ぎさん、9位春太郎さん、8位ゲンゴロウさん、7位マサトさん、6位岡山さん、5位カズさん、4位メトロポリスさん、3位サーマサさん、2位あのねミッサー最高さん、そして今日の第1位は埼玉ハゲテルさんです。ありがとうございます。あれ、これさ、タワー建ててくれたのってさ、ナワラブさんでしたよね、皆さん。ね、そうですよね。履歴残ってないね。履歴が残ってない。ナワラブさんがいないんだけど、ナワラブさん抜けちゃったのかな、もしかして。配信途中で。あー。残念。ナワラブさん、タワーありがとうございました。ナワラブさん、いないよね。ナラブさんとありがとうございました。長い配信見てくださって皆さんありがとうございました。というわけでまた明日の配信でお会いしましょう。携帯が発熱してます。じゃあみんなありがとうございました。バイバーイ。